それで君、売るのは確か右腕でよかったわね。そう、わかったわ。どう、ストライフ。何か異常はないかしら。いや、特にこれといった不満はないね。強いて言うなら、少し太さが合わないくらいか。君、意外に細かいわね。心配しなくても、その程度ならいずれ自然に修正されるわ。まあ、一種の治療期間だとでも思いなさい。違和感が完全になくなるまで、酷使するのは控えることね。了解。いつもながらの見事な手並みで感心するよ。どういたしまして。ついでに二枚舌も直しましょうか。ひどいな。これは生まれつきだから治らない。しかし君も相変わらず手厳しいな。俺、何か気に障ることでもやったのか？君にイラつかされるのはいつものことだから、そんなのいちいち気にしないわよ。それよりも、本当にこれでいいの？何が？またとぼけて。たまのことよ。改良が必要なんじゃないかしら？ああ、それね。ま、もちろんその必要はあるだろうが、今はまだいい。実はさっき、町で面白いものを見つけてね。それについて君の意見を聞きたいんだ。面白いもの？何？実に愉快な化け物だよ。この少年はそういう類に詳しそうだし、せいぜい役に立ってもらおうかと。ん？お目覚めか、少年。どうなんだい、メイ。問題はないわね。だ、そうだ。起きてもいいぞ、少年。気分はどうだい？新しい技師は満足かな？
あら、わかるの？そう。参ったわね。これでも向こう側では鬼だ悪魔だと罵られたものなんだけど。やれやれ、これはまたしても自信喪失。彼に引き続きこんな少年にまで俺の秘密を見破られるとは。まったくこの町の人間はよほど鼻が利くらしい。君のは自業自得でしょ。見せたがりの欠点がいつか身を滅ぼすんじゃないかしら。そういう時のために君がそばにいるんだろ。職務放棄をするなよな。笑えない冗談ね。私の職務が君のフォローだなんてかなり初耳なんだけど。ん？ああ、悪いね。そういえば約束してたんだったよな。さっきも言ったが、彼っていうのは君が思ってる通りの人物だ。それで確認しておくけど、君は俺に彼を倒してもらおうって腹なんだろ？なるほど。大した人気者じゃないストライフ。いや、まったく。ああ、すまない少年。その彼についてだが、俺は君らのボスからすでに抹殺を依頼されてる。だから君がそんな必死になる必要はないんだよ。でもまあ、俺の役には立ってくれたし。そうだな、君のことを協力者として報告するよ。それでいいかい？ノー君だったわね。君は今日このままここで休んでいくといい。私と彼は少しばかり所用があって今から出かけなければならないのだけど。とりあえず明日の朝には迎えに来るよ。心配しなくても、ここのセキュリティは万全だから、寝込みを襲う不届きなやからも入り込めない。どうした？親切すぎて不気味かい？君はどうやら相当に劣悪な環境で生きてきたらしいわね。気持ちはわかるけど、そう心配することもないわ。さっき君が言ったセリフを使わせてもらえば、外ではこれが普通なんだよ。そんなところか。明日私たちの用が済んだら、ストライフに安全な区画まで送らせましょう。だからノー君、君はおとなしく寝ていなさい。それじゃあ少年、良い夢を。
ストライフ、君も随分とえげつない真似をするじゃない。あの子、なんだか期待しちゃうかもしれないわよ。マダンにしては漁師の誇りが少しばかり足りないんじゃないかしら。そんなものはこの町じゃ捨てた方が身のためだよ、リリス。郷に入りては郷に従えだったか。君もそうした方がいい。お断りね。この町の匂いも人間も習慣も風俗も私は残らず気に入らない。マスターの命令でなければ誰がこんなところに来るものですか。楽しんでる様子の君には悪いけど、私の本音は一刻も早く戻りたい。ただそれだけよ。やれやれ、あの人も罪作りな。それに君も仕事は楽しんでやるものだって教わったことがないのかい。だいたい世の中ものは考えようだよ。動機や過程がどうであれ、それが結果的にマスターのためになるなら同じだとは思わないか。あの人だってそんなつまらんことを気にするほど強量じゃないだろうに。第一、俺だってマスターへの感謝と忠誠は君に負けないつもりだがね。ただ男と女じゃ情の表現が違うだけさ。例えば同じ剣心でも、君は盾で俺は剣、いやむしろ弾丸と言うべきかな。所詮はその違いに過ぎないと。だからまあ要するに、君は君なりのやり方で真摯に当たっているとは言いたいわけね。でもストライフ、君の口から情なんて単語が出てもそらぞらしく聞こえるだけよ。それからはっきり言って腹立たしいものもある。そんな毒の塊、美容の大敵になるんじゃないか。お気遣いありがとう。でも手遅れよ。この町自体が美容の大敵、大気中の気体バランスが異常な上に、他にも例を挙げたらキリがない。私たちならまだともかく、普通の人間は3日で神経系に異常をきたすに違いないわね。マトというより使徒だわ、ここは。でストライフ、わざわざ私をこんなところにまで連れ出したのは何のため。まさかデートのお誘いだなんて言わないでしょうね。もしそうだと言ってみたら。悪い冗談、その腕どうなっても知らないわよ。君のジョークは少しシャレにならないな。誰かさんのつまらないたわごとよりはいくらかまし。で、実際のところは一体何なの？さっきの子に何か関係あることかしら。半分はね。ああ、あれだ。さっき少しだけ話したろ。君のところへ行く前に面白い物体 X を見つけたんだ。
そいつについて専門家の意見を聞かせてほしい。私、UMA に興味なんかないんだけど。これはまた随分と派手にやったわね。跡形もないじゃない。この状態で君は私に何を見ろというのかしら。もしかして嫌がらせのつもりなの。いやいや、そんな滅相もない。確かに少しやりすぎたが、その時はしょうがなかったんだよ。何せこうでもしなければ殺せそうになかったから。どういうこと？まさか相手が不死身だったとでも言うつもり？この物体 X とやらについて少し詳しく説明しなさい。参ったな。君は少し洞察力が鈍ったんじゃないだろうか。確かに死体は粉みじんで跡形もないけれど、周囲の状況から何か感じることぐらいあるだろう。もしかして君の親戚？いやいや、ただのジャンキーさ。ただ体液が見たこともない毒素に変わっていた。しかも大気に触れると同時にね。俺の見立てじゃ酸化による化学変化の一種だけど、どうなんだろうな、その辺は。そうね。調べてみないとわからないけど、おそらくは血中の鉄分、その量が普通じゃない。例えば私の血液を残らず絞り取ったとしても、せいぜいハサミ1個を作るのがやっとでしょう。でもこの血液は。君、ちょっと試してみなさい。やはりね。君のペットと随分相性がいいみたいじゃない？弾の規模はどうだった？上出来。あれを見てみなよ。俺もこういう血を持ってたら実に都合がいいんだけどな。そこはどうにかならないか。薬をやる気？あまりイメージに合わないわね。まあサンプルさえ入手すればどうにかなると思うけど、元になったのがどんなドラッグか分かってる？いや、悪いけど知らないな。でもそこはあの少年から聞けばいい。だが、それよりも君に聞いてほしいことは別にあるんだ。驚かないでほしいけど。問題はこの化け物の呼び名だよ。こいつ、町の連中からなんて呼ばれてたと思う？
面白いことにベルゼバブだ。なんですって。だからベルゼバブ、コールドブラッド女子ともあろうお方がそんなあからさまにうろたえるなよ。そもそも例の予言とやらを信じるなら大して驚くことじゃない。罪悪の王が目覚め、執行者も確認した。クリミナトレスはあちらにいるし、そうなれば這う虫の王が出てくるのは道理だろう。まあもっともこれはただのまがいものに過ぎんがね。予言に曰くか。なるほど。ダンサの剣を魔人が持てば魔軍が湧いてくるのも至極道理ね。でもストライフ、君も言ったようにこれはベルゼバブじゃないでしょ。私が知ってる限りでも魔軍は不滅のはずだけど。だからこそ不滅ならば間違いなくまだ存在しているに違いない。言わずと知れたこの町のどこかにだ。魔軍は形を持たず子でもない。不死にして生すら持たぬ真の群れ。俺たちに知らされたのはそれだけだが、思うにリリス、マスターのおっしゃるベルゼバブとは何だろう。答えの分かっている問いは確認というのよ、ストライフ。ベルゼバブとは血中に寄生するパラサイト。その宿主となった者は不死身となる。光栄に思いなさい、ストライフ。どうやらマスターは君を魔軍の器にする気らしいわ。まったくもって感謝の極みだ。そうとなれば一刻も早く本物を探さないといけないな。俺が生まれ変わるために必要な生贄は一体どこの誰なのやら。さてね。私は君が嫌いよ、ストライフ。それじゃ嫌われついでに一つ頼みを聞いてくれ。今さら言うのもあれなんだが、俺は俺でなかなか忙しい身じゃないか。そこで君に虫の調査をお願いしたいと思ってね。あの少年をうまいこと手なずけて必要な情報を引きずり出してくれないか。そういうの君は結構得意だろう。得て増えてと好き嫌いが必ずしも一致するとは限らないのよ。おいおい、リリス、今さら何言ってるんだ。これはマスターのためにも必要なことだろ。別に俺のためにやってくれとか言ってるわけじゃないんだから、そうとがらずに、ほら機嫌直して。とりあえずは善処する。もちろん君のためにじゃないけどね。また考えなしに暴れるようなことさえなければ、そのうち朗報をくれるわよ。
だからせいぜい私の足を引っ張らないで。耳が痛いな。ま、俺も善処するよ。それじゃあまた。俺は D4 に行ってくる。何か進展があったなら連絡頼むよ。ええ。本当に嫌なやつ。